球場です。新潟対花咲、このゲームの模様をお送りいたします。新潟の先発は右の宮田、花咲の先発は右の上原、以上の両先発。さあ間もなくプレイボールです。右の宮田マウンドに上がりました。今日は配球にも注目したいと思います。まずは1回の表、先頭バッターは斉藤、背番号4。第9投げたボール、投球これから2球目、インロー際どい球ボール。第3球を投げた、ストレート見送ってストライク、投げた空振り、追い込んで投げましたボール。第6球を投げました、打ちました、内野ゴロ、高橋ボールを掴んだ、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番目黒、第9投げました、見送ってボール。第2球投げました、流し打ち、どうだ、レフト線にボールが飛んでいますが、ワンバウンドヒット、バッターランナーは一塁蹴って二塁へ、中継、目黒ツーベースヒット、新潟先制のピンチを迎えます。バッターは3番生亀、第9打ちました、第2球投げました、高速スライダーボール。第3球を投げた、打った、ファール。次は4球目、投げた、あっと引っ掛けた、二塁ランナー三塁へ、ヒラン取った、セカンドから一塁送球、アウト。新潟なおもピンチが続きます。さあピンチで迎えるバッターは石塚、第2球低めストライク、第3球高速スライダーはストライク、次が4球目、投げた、空振り三振。リプレイをご覧ください。宮田ツーアウト三塁のピンチでしたが、ここは落ち着いてしのぎました。新潟立ち上がりを無得点に抑えています。右の上原マウンドに上がります。どういった立ち上がりを見せるか。1回の裏、新潟攻撃に入ります。トップバッターは戸島、縦のスライダーボール。第2球投げた、真ん中にストライク。第3球を投げたボール。第4球を投げました、低め、直球は外れてボール。第5球投げました、外角球空振り。さあ6球目、真ん中空振り三振。最後は146キロストレート。バッターは2番平野、投げました、初球決まってストライク。初球ストライクから第2球投げましたボール。投球は3球目、投げました、決まってストライク。バッター追い込まれました。投球これから4球目ボール。さあ投球は5球目、投げた、打ちました、フラフラっと上がった、石塚交代、取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番高橋、第9球カットボール見送ってストライク。第2球投げたボール。第3球を投げた、打ちました。第4球を投げた、縦のスライダーボール、インコース低め。第5球投げた、低め際どいボール。第6球を投げました、打ちました、斉藤ボールを取る、アウト、スリーアウトチェンジ。上原上々の立ち上がりを見せています。2回の表、花咲攻撃に入ります。先頭バッターは田島、初球空振り、バットが空を切りました。第2球投げました、変化球はアウトローへボール。第3球を投げました、高速スライダー決まってストライク。さあ4球目、打った、川口
ダイレクトでボールを掴んでアウト。ワンアウト。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは6番横山。投げました。外れた。ボール。第2球。投げました。打った。当たり損ない。高橋掴んだ。サードから一塁送球。あっと落としている。サードのエラーが記録されます。新潟先制のピンチを迎えます。バッターは7番田畑。投げた。ストライク。初球空振りから投げた。高めボール。第3球を投げた。ボール。投げた。見送ってボール。第5球投げた。直球空振り。投げました。空振り三振。先ほどのプレーです。バッターはピッチャー上原。第9球低め外れてボール。第2球ストライク。第3球を投げました。ボール。第4球は高めストライク。投球これから5球目。高速スライダーボール。第6球を投げました。打ちました。ぐんと左中間へ上がっている。レフトバックしていった。ヒットになります。中継花咲1点先制。1対0。上原タイムリーツーベースヒット。新潟なおもピンチが続きます。では先制の場面映像でご覧いただきましょう。バッターは9番阿部。第9球外れた。ボール。背番号5。第2球投げました。ストライク。第3球を投げました。打ちました。切れていきます。ファール。第4球を投げた。ボール。さあ5球目アウトコース低め。ボール。第6球を投げた。打ちました。ショート落下点に入りました。取ってこれで3アウトチェンジ。2回の表が終わって1対0。新潟先制点を奪われています。2回の裏1点を追いかけます。新潟攻撃に入ります。ピッチャー返し抜けた。ヒロキいいバッティングを見せました。さあノーアウトで同点のランナーが出ました。バッターは5番川口。第2球投げた。縦のスライダー空振り。バッター追い込まれました。第3球を投げた。インコース高めボール。次は4球目投げた。ボール。外角低め投げました。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。第6球を投げました。打った。ライト方向へ持っていきましたが掴みました。ランナー一塁に戻ります。これでワンアウト。ランナーは一塁変わりません。バッターは6番千野。見送ってボール。第2球投げました。ボール。投球はこれから3球目打った。流し打ち。スタンドに入りました。ファール。十分ご注意ください。投げました。空振り。花咲内野陣はゲッツー体勢。次は5球目流し打ち。どうだ。ファースト頭上を越えた。ヒット。ヒロキ一気に三塁へ。中継ヒロキ三塁です。と知野ナイスバッティングです。新潟同点のチャンスを迎えます。第1球第2球投げました。ボール。投げた。空振り。第4球を投げた。打ちました。引っ掛けた。斉藤バック。ランナーそれぞれ自分の塁に戻ります。これで2アウト。ランナーは1塁3塁変わりません。ランナー2人を置いて迎えるバッターは堀田。さあ次の投球投げた。打ちました。ご注意ください。第3球を投げた。ボール。さあ4球目打ちました。あっと弾いた。そして今拾い直した。
アウトです。一塁はアウト。スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。新潟3塁にランナーを置きましたが同点に追いつくことはできませんでした。2回が終了しまして1対0です。花咲この回1番からの高打順になります。先頭バッターは斉藤。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。投げた1球目ストライクから第2球投げました。追い込んでから高速スライダー外れてボール。次は4球目投げました。ボール。第5球投げました。外れた。ボール。第6球を投げました。打った。掘った。余裕があります。ファールグラウンドで取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。バッターは2番目黒。今日2度目のバッターボックス。第9球第2球投げた。ストライク。第3球打ちました。引っ掛けた。1・2塁間へ。川口ボールを掴んだ。川口そのままベースを踏んでアウト。左バッターボックスは生ため。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第1球ファールボール。投げた。外の球空振り。これで追い込みました。第3球を投げた。打ちました。さあ4球目高速スライダーボール。さあ5球目ボール。第6球を投げた。ボール。第7球を投げた。打ちました。レフト方向へ持っていきましたが取りました。これで3アウト。宮田上位打線を三者凡退に仕留めています。3回の表が終わって1対0です。新潟この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー宮田。ボール。第2球決まってストライク。第3球を投げました。ボール。第4球を投げました。打った。フラフラッと上がった。取りました。これでワンアウト。ランナーはありません。打順は1番に帰って戸島。第1球初球落ちるスライダー空振り。さあ次の投球投げました。カットボールはボール。第3球を投げました。打った。ライトへ上がった。ライトバックしていった。掴みました。これで2アウト。ランナーありません。バッターは2番平野。第1打席はショートフライに倒れています。ボール。まずは高め。第2球投げました。ボール。第3球を投げた。まっすぐ見送ってストライク。投げた。ストレートはストライク。第5球投げた。打ちました。第6球を投げた。打ちました。打ち返した打球はセンターへのフライ。取ってアウト。スリーアウトチェンジ。新潟三者凡退に打ち取られました。序盤終了しまして1対0です。ゲームは中盤4回に入ります。トップバッターは石塚。第1初球から打ってった左中間へのフライですがこれはヒットになります。バッターランナー1塁原発決定2塁へ。石塚ツーベースヒットを放ちました。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。バッターは5番田島。最初のバッターボックスはファーストライナーに倒れています。高速スライダーボール。第2球投げた。打った。ファウル。ご注意ください。第3球3球目空振り。第4球を投げました。打ちました。二塁ランナー三塁へ向かう。ヒット。二塁ランナー三塁回ってホームに突っ込む。花咲1点入りました。2対0田島タイムリーツーベース。新潟なおもピンチが続きます。リプレイをご覧ください。
バッターは6番横山、これが2度目のバッターボックス。投げました、ボール。第2球投げました、2球目ストライク。第3球を投げました、直球ストライク。ワンボールツーストライク、追い込んでいます。第4球を投げました、打ちました、ファール。投げた、打ちました、レフトフライ、飛距離は出ていません。取りました、これでワンアウト、ランナーは2塁変わりません。バッターは7番田畑、投げた、マシンで取る、サードライナー。これで2アウト、ランナーは2塁変わりません。バッターはピッチャー上原、投げた、初球空振り。第2球見送ってボール。第3球打ちました、抜けた、中継、田島、三塁回ってホームへ、花咲、さらに1点追加、3対0、上原タイムリーヒット。さあこれで2アウトランナー1塁、先ほどのプレーです。バッターは9番阿部、第1打席は内野フライに倒れています、ボール。第2球投げた、高速スライダー、ボール。第3球を投げた、見送ってボール。投げました、決まった、ストライク。第5球投げました、打った。第6球を一塁ランナー自動的にスタート、打ちました、あっと引っ掛けた、セカンド落下点、掴んで、これで3アウトになります。4回の表が終わって3対0、花咲リードを3点としています。新潟、この回はクリーンナップからの攻撃になります。先頭バッター初球打った、抜けた、高橋、いいバッティングを見せました。これで2打数の1安打。バッターは4番広木。第2球投げました、ボール、アウトコースへ。第3球を投げました、3球目空振り、バッター追い込まれました。第4球を投げた、縦のスライダー、ボール。さあ5球は5球目、投げた、打ちました、ピッチャー返し、上原今拾った、一塁はアウト、ワンアウトランナー二塁に変わります。バッターは5番川口、第1打席はライトフライに倒れています。第1球さあ次の投球、投げた、流し打ち、バントシフトの間、二塁ランナー三塁へ、横山一塁キャンバス踏んでアウト、あーっと送球それた、新潟なおもチャンスが続いています。第1球、第2球投げた、ストレートはボール。第3球を投げた、ボール。第4球は内角際どい球、ボール。第5球投げました、打った、流し打ち、ファースト正面、横山取った、横山そのままベースを踏んで3アウト。さあリプレイです。新潟サードランナー残塁、4回までが終了しまして3対0です。花咲、この回は打順よく1番からの攻撃、トップバッターは斉藤、今日はサードゴロとファールフライ、投げました、1球目ストレート空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、ボール。投球これから4球目、ボール。次は5球目、打ちました、セカンド左へのゴロ、平野ボールを取る、一塁へ送る、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番目黒、これが3度目のバッターボックス。第1球投げました、インサイド見送ってストライク、初球ストライクから投げた、流し打ち、どうだ、レフト線に飛んでいますが、ファールボール。投げた、打った、フラフラっと上がった、広木取りました、これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番生亀、今日はセカンドゴロとレフトフライ、投げた、ボール。第2球投げた、ボール、アウトローへ。投げた、3球目空振り。
第4球を投げました。ストライク。次は5球目、投げました。打ちました。ファール。第6球を投げました。流し打ち。これは左に切れていきます。第7球を投げました。低めの変化球、ボール。投げました。打った、引っ張った。生ため粘ります。十分ご注意ください。投げた、ストレート、空振り三振。宮田、最後は見逃し三振に仕留めました。5回の表が終わって3対0です。5回の裏、新潟攻撃に入ります。先頭バッターは中村。第1打席は内野フライに倒れています。第2球投げた、打った、横山掴んだ。横山ベースを踏んでワンアウト。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは8番堀田。最初のバッターボックスは内野ゴロに倒れています。第9。さあ次の投球、投げた、打った、ライトへの打球掴みました。これで2アウト、ランナーありません。ピンチヒッターは玉木。第9、投げた、打ちました。投球これから2球目。2球目空振り、バッター追い込まれました。第3球を投げた、1つ外してボール。第4球を投げました、外れた、ボール。第5球投げました、ボール。第6球を投げました、打ちました、セカンド正面。斉藤、ボールを掴んだ、1塁送球、アウト。3アウトチェンジ。新潟わずか3人で攻撃が終わりました。5回までが終了しまして3対0です。宮田降板、マウンドに上がったのは小平。今日2番手としてマウンドに上がります。今日はどんな投球を見せてくれるのか。ゲームは後半に入ります。トップバッターは石塚、投げました。第2球投げました、打ちました、ライト前に出る、スライディングキャッチ、ファインプレー。これでワンアウト、ランナーはありません。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。左バッターボックスは5番田島。第9、投げた、アウトロー、際どい球、ボール。第2球、ボール、内角へ。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。投げた、見送ってストライク。第6球を投げた、打ちました、これはショート正面。ヒロキ取った、1塁送球、アウト。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは6番横山。第9、投げました、初球空振り。第2球投げました、ボール。第3球を投げました、打った。第4球を投げました、ボール。投げました、打ちました。投球の行方にはくれぐれもご注意ください。投げた、見逃しの三振。小平、最後は見逃し三振に仕留めました。6回の表が終わって3対0です。新潟この回1番からの高打順になります。先頭バッターは戸島。今日は三振とライトフライ。初球はカットボール空振り。投球これから2球目、打ちました、阿部。ボールを取る、一塁へ送る、アウト。戸島、いい当たりでしたがサード正面。これでワンアウト、ランナーはありません。バッターは2番平野。今日はショートフライとセンターフライ。第2球投げた、ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、4球目空振り。第5球投げた、低めのボール引っ掛けた、センター方向へ持っていきましたが取りました。これで2アウト、ランナーありません。バッターは3番高橋。今日3打席目。第9、初球空振り。第2球投げました、打った、ファウルボール。第3球は
打ちました。ファウルボールにはご注意ください。第4球はアウトコース高め、外れてボール。投球これから5球目、インロー際どい球、ボール。第6球を投げました、ボール。さあ7球目、打ちました。第8球を投げました、打ちました。1、2塁間への当たり、斉藤掴んだ。1塁送球アウト、3アウトチェンジ。新潟結局三者凡退、無得点に終わっています。中盤まで終了しまして3対0です。ゲームはこれから終盤に入ります。この回のトップバッターは田畑、今日は三振と、サードライナー。第1球見送ってボール。第2球投げました、決まった、ストライク。第3球を投げました、外角高め、外れてボール。次は4球目、投げた、変化球ストライク、インローへ。高め、ボール球打った、1、2塁間抜けた、田畑ナイスバッティングです。バッターはピッチャー上原。第1球投げた、あーっとショーフライになった、取った、1塁へ送る、アウト。ランナー2塁に進みました。ワンアウトランナー2塁に変わります。左バッターボックス9番、打ちました、初球打ち、レフトへ上がった、レフトバック、レフト取りました、あと2塁ランナータッチアップ。新潟なおもピンチが続きます。打順をトップに帰って斉藤、今日はここまで3打数ノーヒット、ボール。まずはアウトコース高め。第2球投げた、空振り。第3球を投げた、インコース低め、外れてボール。さあ4球目、ボール。第5球投げた、打った、流し打ち、切れていきます、ファール。投球はこれから6球目、打った、セカンド正面、キラボールを掴んだ、アウト、スリーアウトチェンジ。満員の甲子園、スタンドからジェット風船が勢いよく舞い上がりました。7回の裏、新潟ラッキーセブンの攻撃。この回の先頭バッターは広木、インローへ、変化球外れてボール。第2球投げました、2球目空振り。第3球を投げました、ストレート空振り。追い込んで投げました、打ちました、1、2塁間のゴロ、斉藤取った、アウト。これでワンアウト、ランナーはありません。右のバッターボックスは5番川口、今日はライトフライとファーストゴロ。第1球初球空振り。第2球投げました、ストライク。第3球を投げました、1球外した、ボール。次が4球目、投げた、ストレートはボール、外角へ。第5球投げた、ストレートはボール。流し打ち、どうだ、ライト線にボールが飛んでいきますが、ライト交代、クリーンヒット。川口二塁も狙う、中継、川口いいバッティングを見せました。今日初めてのヒットになりました。上原降板、ここでマウンドに上がったのは岡山、今日2人目のピッチャーとして登板です。まずは立ち上がりに注目しましょう。バッターは6番千野、打ちました、これはいい当たり、伸びた、伸びていった、ライト見送った、ホームラン、ツーランホームラン、ライトスタンドへ突き刺さった、初球をうまく捉えました。新潟反撃ののろしを上げた。チームメートが迎えます。リプレイをご覧ください。バッターは7番中村、今日はセカンドフライとファーストゴロ。第1球投げた、ボール。第2球投げた、ボール。投球はこれから3球目、内角球空振り、重そうなストレート。投球これから4球目、カーブはボール、低め投げました、打ちました、レフト落下点に入りました、掴みました。これで2アウト、ランナーありません。左バッターボックスは8番堀田、今日はセカンドゴロとライトフライ。第1球決まってストライク。さあ次の投球投げました、打ちました、ファール。追い込んでから投げました、打ちました、
これで3アウトチェンジ。7回の裏が終わりまして3対2、新潟あと1点を追いかけます。小平降板、マウンド上は田中。新潟これでベンチ入りピッチャーを全て使い切りました。自分のペースで投げることができるかが鍵となりそうです。投げました、ボール。第2球投げました、アウトロー、ストレートは外れてボール。第3球を投げた、打った、これはライトフライになった、取りました。これでワンアウト、ランナーはありません。左バッターボックスには生亀、今日はここまで3打数ノーヒット1三振。第9、第2球投げた、ストライク、インコース厳しい球。投球はこれから3球目、外れた、ボール。第4球を投げた、ストライク。第5球投げた、インコースのボール左へ、スタンドに入りました、ファール。さあ6球目打ちました。さあ7球目投げた、見送ってボール。第8球を投げました、打った、川口ボールを取る、川口一塁踏んでアウト、これで2アウト、ランナーありません。バッターは4番石塚、今日4度目のバッターボックス。第9、第2球投げました、打った、これはいい当たりだ、ピッチャー返し、抜けた、石塚いいバッティングを見せました。先ほどのプレーです。左バッターボックスは田島、今日はここまで3打数1安打、初球フォークボール空振り。第2球ランナー走った、投げました、ストライクになった、これは楽々セーフ、盗塁を許します。さあリプレイです。新潟外野は浅めの守備を取ります。追い込んで第3球を、第4球は打ちました、いい当たり、抜いていった、ライトバックホーム、田島ナイスバッティングです。新潟なおもピンチが続きます。では改めてリプレイをご覧いただきたいと思います。さあピンチが続く場面で迎えるバッターは横山、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、投げました、1球目ストライクから投げました、変化球はアウトローへ、ボール。第3球を投げた、打った、取りました、これで3アウト。新潟この回2アウト1塁3塁のピンチでしたが、なんとか踏ん張りました。新潟この回の攻撃はラストバッターから始まります。先頭バッターはピッチャー田中、ストレートはボール。第2球投げた、外角高めいっぱい、ストライク。第3球を投げた、ボール。第4球を投げた、ボール。第5球投げた、外角高め空振り。第6球を投げました、見送ってフォアボール。先頭バッターしっかりと見極めました。ランナーはトップに帰って戸島、今日はここまで3打数ノーヒット1三振、カーブはボール。第2球投げました、インコース引っ張った、スタンドに入りました、ファール。第3球は内角低め、スライダーは外れてボール。次は4球目投げました、ボール。第5球投げました、高めボール球打った、セカンド正面、セカンドフォースアウト、ショートから一塁送球、アウト、ダブルプレイ。バッターは2番平野、これが4初球を打ちました、1、2塁間の打球破った、平野いいバッティングを見せました、初安打。リプレイをご覧ください。バッターは3番高橋、今日はここまで3打数1安打、インコース高めストライク。第2球投げました、ボール。第3球を投げた、高めボール、抜けました、一塁牽制球を送ります、タッチはセーフ。第4球を投げた、おっとこれ当たった、デッドボール。さあいよいよ試合の流れが変わりそうな場面、第1球投げた、初球を打った、三遊間へのゴロ、抜けた、レフトバックホーム、ヒロキナイスバッティングです。
新潟、なおもチャンスが続きます。先ほどのプレーです。先ほどツーベースを放っている川口、新潟一打逆転の場面を迎えています。第2球投げた、カーブは空振り、バッター追い込まれました。追い込んでから第3球を投げた、内角高め、カーブは外れてボール。第4球を投げました、打った、ファウルボール。さあ5球は5球目、投げました、ボール。次が6球目、投げました、打ちました、ショートの後方フラフラっと上がっている、取ってアウト、スリーアウトチェンジ。さあリプレイです。岡山やりました。花咲、このまま流れをものにしたい、気迫が伝わってまいります。さあいよいよ最終回、この回のトップバッターは田畑。第9球、初球空振り、投球これから2球目、打ちました、ファール。第3球を投げました、外れた、ボール。第4球を投げました、真ん中、空振り三振、バットが空を切りました。バッターはピッチャー岡山。第9球見送ってボール。第2球投げた、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、打ちました、ファースト左への打球、川口掴んだ、一塁送球、田中取ってアウト、これでツーアウト、ランナーありません。左バッターボックスは9番阿部。第2球投げた、外、外れてボール。第3球を投げた、空振り、追い込んでいます。追い込んで第4球を投げた、打った、これは内野ゴロ、高橋ボールを掴んだ、一塁送球アウト、スリーアウトチェンジ。田中、下位打線を三者凡退、0点。9回の裏1点を追いかけます。新潟攻撃に入ります。この回の先頭バッターは千野。今日はチームの全打点を叩き出しています。投げました、初球見送ってストライク、投げました、第3球を投げました、打ちました、ファール。次は4球目、投げました、インハイ際どい球、ボール。第5球投げました、打ったに当たりだ、ショートバウンド、ボールを取った、一塁へ送る。斉藤、軽快な守備を見せました。バッターは7番中村、今日4度目のバッターボックス。第9球ボール、投球これから2球目、打ちました、ファールボール。第3球を投げた、見送ってストライク、バッター追い込まれました。追い込んでから第4球を投げた、ボール、外へ。第5球投げた、ボール。さあ6球目、打った、球の行方にはくれぐれもご注意ください。第7球を投げた、打ちました、石塚、ダイレクトでボールを掴んでアウト、ツーアウト。ここは意地を見せてほしい。左バッターボックスには堀田、スタン、初球流し打ち、ファールボール。ご注意ください。第2球投げました、膝元、ボール。第3球を投げました、打ちました、ファール。第4球を投げました、打ちました。さあ5球目、外れた、ボール。第6球を投げました、ボール、アウトコース低め。次が7球目、投げました、打った、斉藤、取った、セカンドから一塁送球、アウト。試合終了です。新潟1点差に届かず敗れました。ご覧いただきましたように、本日の試合は花咲が勝ちました。